はい、素人二個奏者の福ちゃんです。今日は2個の現行間時間短縮にチャレンジしていきます。はい、今までですね、2個の弦を交換する際、まず弓を外して、それから微調整具がついているものですから、それを取り外してから、先陣を切って弦を交換するということでやってきました。で、前回、弦交換やった時にですね、いやこれ外しても結局弦を取り外せば弓も外れるし、それから微調整具も外れるなということで、今回、改善案としてそれらをやらずに、いきなり先陣を切って、それから弦を交換しようということでやってみたいと思います。今回はこちらの中古の弦を交換したいと思います。中古の弦を交換するのは初めてなので、ネットで検索して、これが良さそうだなということでこの弦を購入しました。輸入元、販売元はこちらになります。千金の糸、それからチューナーなども用意しました。よーい、スタート。
あー、しまった。上下押せ。上下押せ。
と、こっちに、
今回初めて2個の弦交換時間を測定しましたが、交換する前の準備が万全ではなかったので、かなりの時間をロスしてしまいました。また、作業順序や物の置き方によっても作業時間が変わるということを実感しました。例えば弓を外さずに弦を交換すると、弓の毛がカールした弦の先に絡んでしまうこと。この対処としては、弓を下の方にずらしてから行えば、カールしていない側の先端よりスムーズに弓が外せます。それらの工夫をさらに進めれば、15分以下の時間で弦交換できるかもしれません。はい、今回の弦交換時間短縮チャレンジ、いかがだったでしょうか。これからもね、いろんなことをやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。